ぱいだから先生は。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、今回もやっていきますよ。というわけでね、今回も大乱闘スマッシュブラザーズ Wii の実況やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。まあ、ただ今回はね、戦いの最中私たちは一切手を触りません。手を触りませんじゃね、意味わかんない。全然意味わかんない。手でコントローラーを触りません。あ、はい、3人のアメーゴがいますね。はい、はい、まあリンク、キャプテン、ファルコン、アイクといるんですが、まあカプテンは今日いないんで、はい。まあね、ケイちゃんとね、頭のフリートークを聞きながら、はい、まあどういう感じで戦ってんのかなって思う。どっちかすると話だけ聞いてればいいよ、ね。うん、むしろ画面見ないでいいからもうイヤホンさしてくれればいいよ。ただのそれあのラジオ。うん、後ろの方でうわーって言うんだけど、ドーンドーンってなって。まあそれはさておきまして、はい、まあリンクというのはまあ初見の方もいらっしゃると思いますが、K の大冒険の、私 K が育てたリンクでございます。はい、そしてゲストさんの和樹が育てたキャプテンファルコンという形の。モコ大統領、はい、うんうん、とても汚いアミーゴでございます。はい、はい、そしてですね、レッドレベルさんが育てた K の大冒険のゲストさんの、アイク、うん、まあ今好意で隠したんだろうね。うん、苦がなくなって愛情のこもった愛になってるね。はい、まあね、そんな感じでね、みんな一人一人育てた、自分のメインキャラを使って、今回ね、大乱闘でもさせようかなと。気が抜けてんな。はあ、おっぱ。はあ、まあね、ただね、これは別に僕一人でもできることなんですが。まあ、なるほどね。うん。私いて何やるの？まあね、ただね。まあ昔の話をしよう。そうしましょう。まず、まあ、昔の話というの。なんで昔の話をすることになったの？いやなんかね、この頃ね、まああれだよね。まあ、こういうフリートークがあまりなかったから。そうね、うん、で、まあちょっとね、昔話をしようかなと。これがですね、まあ僕が小さいから、小学校の時ですね。はい、なんか今メテオのスプーンって音がして、なんか2人死んだ音がして、気のせいか。綺麗に決まって、今リン君ゼロでなんか3つあるんだけどな。はい、そして、はい、はい、で、まあ、まあ、あれだね、うん、そうです、卒業式、俺と、うん、ケイちゃんの過去話だけじゃないよ。まあ、ケイちゃん今回は過去話もあるよ。うん、一人一人の過去話もあるよ。うん、そこで。まあまあまあ、じゃあ話しますか。聞いてもらって。小学3、4年かな。俺まだ会ってません。そうだね、その頃はまあ結構なやんちゃでして、うん、とりあえずやりたいことはとりあえずやりたいって言って、全てにおいて口じゃなくて行動すると思う。出せる先に出てきちゃう。昨日ね、足が出た。最低な男みたいな。もうどっか行く。お母さんが1秒ね、目離すの消えてるから。あ、例えば、ケイ、これさ、あれ、そうそう、そんな感じで、なんかずっとね、まあなってる頃だったんですが、まだ、ね、その時台風が来たんですよ。小さい頃雷にビビって強風にビビって布の中に隠れていたほどです。ああ、ですがね、物心ついたこの私は無敵です。子供ってまあこんな感じだよね。物心ついた瞬間にもう無敵だもん。うん、まあ、そこで私の取った行動がですね、まあ今やったら犯罪になります。はい、何をしたかというと、なんか嵐に勝ちたかったらしくてですね、全裸で雨の降る、ね、雷が覆い茂る中、覆い茂る中な、あ、マッパで、風鎮で、夜、雨降る中、台風最高ってしゃべりながら走ってました。はい、まあそしたらね、やっぱりね、まあ夜とはいえね、おぉってなってる。まあ冷たい風、そして強い雨に打たれ、私のおティンティンのダメージがとても痛かった。はい、そして飛んでくるのは雨風だけではない、砂、ほこり、そして石まで飛んでくる始末。その石がどこに当たるか、そう、五感なんだ。それは痛ぇって言いながら、俺は絶対負けねえからなと思いながら全裸で頑張った。だからその結果、弟がついてきた。そう、全裸で。弟といえば、そう、ここにいるモッコ大統領の親である、はい、カズキなんですよね。カズキも、その、それは
ことあったんだよね。なんかね、昔はね、よくついてきたんですよ、ピクミンのことって。ずっと抜いてないんだけどね。それからもう、永遠とあなたについてきますよ、みたいな。自分でアナホって出てきてるからで、まあね、まあそこでね、まあそこで、まあめでたしで終わるわけじゃなく、ハプニングが起きました。やっぱり夜とはいえ人はいるわけです。あ、まあそれはそうだ。まあ今のでフラグは立ちました。今のでフラグは立ちました。あーみたいな。はい。誰も彼もあって。しかもただの人間じゃなく警察官。これはやばいな。十字路を曲がって台風やめたいこういてーって股間を押さえながら走っていた僕の目の前に角を曲がった途中に警察官がね、チャリンコを漕ぎながら頑張って。警察官。はい。カッパを着ていましたよ。うん。そこでまず言われたこと。あ、それは驚くだろう。待ちなさいとかではなく、えって言われた。まあ、それはおばあちゃんびっくりするわ、そんなの意外だな。しかもカズヤが、カズキが到着した頃、えダブルの絵が来ました。二度見どころか3、4度見ぐらいだとダメだぞ。で、その後俺らがやべやべ逃げろって言ったら、なんか3秒くらい止まってからやつ起きました。あ、そりゃそうだろう。はい。で、まあ、なんだろうね。子供やっぱ無敵なんだろうね。近道、裏道すべてを駆使して、バレずに帰れました。ありえるよ。でね、和樹にね、なんだろう、中学上がってからかな。それを話したら、全く記憶にございませんと、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いいんだよ、この、とりあえずもう一回やるとおうおう、はい、でまあね、まあ、和樹にね、覚えてるかとか話したら、うん、全く覚えてないと、むしろ全裸で走った俺のことをバカげて、なんか笑ってました。絶対俺にしょ、お前バカじゃねえのってなんか、のろしられましたから、弟からなんか笑いながらのろしになられてたと、噛んでない。そこまでまあね、そんなことがね、私の過去にありました。はい、結果、台風には勝てなかった。おじいちゃんがとりあえず言いたかったの。いいじゃん。うん、いや、小石がね、おじいちゃんの結婚に当たるんですよ。ペチッ、ペチッ、お手でプルンプルンって、当たるたびにね、はい、そのたびに、ピッタのエロキリそのたびにちっちゃい子が、あっ台風、あっ喜んでたのか、もらえてたのか、よくわからないよ。まあ、なんだ、なんかその頃目覚めてたのか、なんで黒い食らってんだよ、マリンが。なんで綺麗に黒で食らってんだよ。俺のそこ話でいいかな。はい、どうぞ。あんまり面白くないと思うけど、うん、母親方の一番上のお兄ちゃんのお嫁さんが振り込んでる方の人生の意味じゃないだっけ。うん、どうでもいい。まあ、いるんですよ。うん。あとはタイだから。うん。いるんですよ。うん。まあ、もういい年のおばちゃんなんだけど、うん、全然見た目は若い人だったりね。うん。で、その当時も俺も小学校ぐらいだったかな。うん。で、そのお兄さんが結婚するよってことで、うん、どうしてくれたの前にも、まあ、ちょっと変わってくるよね。うん。してるときに、で、まあ、うちの家族旦那で、まあ、母親方のおばあちゃんと遊び行ったり、ちょうどいたわけですよ。ほう。その、お兄さんと、うん、まあ、お兄さんって母親のお兄ちゃんと、出てくる人物多いな。母親の兄ちゃんと、うん、まあ、お嫁さんになってない時のお嫁さんがいました、ね。なんか複雑な、複雑な人多いし。まあ、お姉さんがいたんですよ。おう。フィリピン人のなんだよ。フィリピン人のお姉さんがいたんですよ。おう。で、まあ、おじくらってんじゃねえか。で、まあ、俺が悪いことする、まあ、俺も小学校だからやんちゃするわけじゃないですか。うん、そう。怒っては、まあ、父上が叩くんですよ、ボンと。うん。叩いた瞬間に、タイ人の人は、何のことか、驚いた表情にして、こっちを見て。ほう。で、それを見て、いて、えみたいな感じで、おう。え、なんで驚いてるかみたいな。父親もえみたいな。みんな揃って、えっていう感じで。なんでかっていうと、向こうの人って、うん、頭のところには神様がいるっていうことになってるから、その子供の時から、うん、撫でることもしないらしいんだ。へぇー、聞いた話なんですね。おう、ちなみに今日聞いた話なんだ。女おう。おう。今日聞いた話だから、撫でることも
要は神様がいるとそこには触れないように。なのでそれ叩いて俺を見た瞬間、あ、俺には神様潰れている俺の神様潰れているんだと認識されたらしく、俺だけ叩かれても何も思われなかったそっから先でかわいそうに理不尽だよ、理不尽だと思ってる俺の神様潰れてる死んだとかいない。でもこうなったのが、うん、こんなのってヘブッってヘブッって全体も飛びながらこうなってあのね、うん、なんかプレスされたんだろうね、うん、おかしくないだって、俺の神様ピッ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 なんか血出てんだよだって、うん、それなのになんかさあ、俺の神様いないんだとかあー、わかったわかった、いないんだ潰されちゃったんだみたいな言われて、その時は俺知らなかったけど、今日初めて聞いて、あ、そういうことだったの、へー、笑えるかどうかわかんないけど、いやなんか俺の神様潰れましたね健康それ潰れたから、日本の場合は別にもう殴るとか叩くとか別になんてことはないんだよ、別にだってもう芸人が叩いてるもんだからさ、もう叩くのないことみたいな、ありえなかったんだって、それがだから向こうじゃすごいね、一人一人神様が頭の方にいるってことで、うん、殴るとかにしても頭の方はやらない、で原骨とかじゃなくて多分だからどっかとついたりとかくらいなんだな、むしろいい話なんだけどなんか豆知識的ないい話なんだけど、いい話って言うけど俺の神様潰れたんだよおかしいよ、何でも大体の日本人の神様潰れてるぐらい、まだリンクかっちゃったよじゃあとりあえずケイちゃんの話と私の過去の話を、はい、分かりましたんで、とりあえずバトルをちょっと移動させましょう、移動させますね、でもとりあえずね今回なんでこれもやろうかと決めた理由があるんですが、まあとりあえずね次見れば分かると思います。おヤンピー出ちゃったごめんちょい、意見戻りましたえ、いやいやいや、あれ切れるっけ、全然できたよ、早く言ってよ、いややる気満々、今思い出した、うん、うん、これ最高、9体以上、あれ8体だっけ、そうだっけ8体8体、あれそれ8人なんて男じゃなかったっけ、いや俺らが多分22で やって繰り返して、あーうんあったそんなの、ごめん、うん、ごめんね、大丈夫よ、小学校の謝り方ごめんなさい中学校はいすいませんでした、ここすいませんでした、そして穏やかじゃない、はい、私の実況初のシュルクさんでございます、すいませんでした、あ、そうなんあのシュルクです、私のシュルクでございます、はい、まあこれもさっきと同じ順番です、はい、ソニック私、はい、ケイ、はい、でカズキサムス、あ、わかる、で、レッドデビル、シュルクで、シュルクをね、あの、嫁に頼み込む、あ、頼み込んだ、欲しい欲しい大の大人がね、それは待って、ゲームコーナー行って、うん、連れてって、うん、アミーボの前とかして、うん、欲しいっつって指さして欲しいっつってやってアピールしたら、分かった分かったとほう、いいながら買ったちょっとまだね、ちょっとスキルだろうな、なんだろうな、ちょっとまず戻ってないんですけど、まあ、割かしまともに戦えるようにはなりました。まあね、そうだね、ステータス的にはもう、いいや。まあ、ちょっと過去話、もう、ま、まあ、じゃあ、まあ、まとも戻したとして、皆さん画面の手術見ていただきながら、出しましょう。ちょっとデジモンの話をしたい。おう。デジモンってさ、あの、今の人たち、初代に、知らない、なかなか知らない人ばっかりだ、多分俺のとかの代が大体知ってるから、ちょっと全盛期だったぐらいが、まあ、バタフライ、うん、ブレイブハート、ブレイブハートって進化ってくるのあれ、うん、デジバイスが出る前やで、ジュー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 ジテン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 
あのね、急に飛ぶんだよ。あのめっちゃ可愛いキャラクターから急に、飛ぶもんとかって、お前その間何があったのって。毎回それ子供の時から疑問、子供の時は何とも思わなかった、うん、おーかっこよくなったとかなんだけど、うん、おでけでけすげえみたいな、大人になった瞬間なんでそうなったの。新刊ってめっちゃ可愛い声だったけど、ゆうこくもんくまましかゆうこくもん、お前ジジイじゃないかお前子供のなんか幼稚園の最中から急にジジイになってて、お前いろいろ飛んでんぞっつって、大人になった瞬間にこういう気持ちやっぱ生まれるねえ。なんかね、今見たら多分爆笑だろうね。アグモンとかだってアホっぽいようなキャラですね。そうね、ふわーみたいな顔だけど、タイチだっけ、タイチだね、あにゃにゃ、タイチ、タイチ、そうだね、いや、タイチ、あげましんかグレイモンお前もなんかいろいろ過去あったんだろうななんかすごいなぶとくなきゃ、ね、しかもめっちゃ大人になったな、ね、お前なんか落ち着いたよな、みたいなね、いろいろ、やましんかーバードラゴンもうお前もだよ、お前もうみんな間に何があったのって声どうしたら太くなったのって、確かにでかくなったから分かるんだけどみたいな、うん、かといってもなんかその中間地点なんか一個あったでしょって、とんだめっつって主人公のキャラって8体ぐらいいたっけ、アグモン、ガブモン、うん、テントモン、パタモン、うん、進化してるけどテイルモン、うん、ビオモン、パルモン、あーいたいたいた、懐かしいな、こんぐらいか、あ、 あとゴマモンか、うん、あ、8体ぐらいだな、うん、で、とりあえず不思議な進化が3体4体いるうん、まあ頭には浮かぶ、半分以上おかしいじゃん、ガブモン、ね、うん、ガルルモン、まあわかる、うん、グレイモン、まあわかる、わかる、アルモングレイモン、うん、ちょっとごめんかぶりましたよ、そしてデカぐらいの、うん、スカスローになったよみたいな、ピオモン、バーザロン、まあ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 、うん、大きくなったよ、なんかね、孵化しましたね、火の鳥になりましたね、うん、別に鳥姿でも、まあ問題ない、うん、ゴマモン一角も、まあまあこれも形状的に変わってないけど、うん、まあ、ね、大人になったら、ね、タルモン、うん、おかしくないどうしてサボテンになったの、ね、サボテンになって、なんで殴るがメインになったの手こんなんだったよすごい、まだいなバルモンと気だって手っていう葉っぱだみたいなさ、ケースなんかさ、急に名前忘れちったけどさ、うん、なんだっけ、サボテンだっけサボテンのやつ、まあ、なんかあったじゃん、あれの形状が意味わかる、かわいい、なんか花咲かしてる、 あれだったので急にサボテンになってグーパンチがメインになりましたみたいなね、しかも顔がなんかこれがまず一体おかしいやん、はい、でもう一体お、ね、まあ、テイルも進化だからあれだけど、うん、テイルもこれエンジェルもこれもう分かんないなんで猫からあれなの大人の女になったの、確かにね、これに繋がってパタモンからエンジェルモンも分からないパタしか合ってないからこれ、確かに、あ、羽しか合ってない、羽しか合ってないしかもお前耳には羽あったのになんで背中に羽ってないしかも羽の種類がちょっと別天使になっちゃってるし、うん、DNA 変えてるよね、この2体とりあえず別そうだね、この2体はほぼ繋がり一緒だけどこれ違うでしょみたいな、4足方向から2足方向に進化しちゃったから、しかも男人間っぽいみたいな、ね、おかしいじゃん、うん、しかもかなりいいスタイルみたいな、じゃあこれ一番謎ね、うん、テントも進化、テントもってなんかほら関西弁だったよ、そうだね、関西弁だったよ、テントもやないかいみたいな、うん、テントマン進化コブテリモン、いやだからさ、あとさ形状がまずおかしいんだってね、まず君角なかったよねあのテントっぽいのどこ行ったの、ね、テントウムシっぽいのどこ行ったの、ね、一番疑問出るよね、しかもさこの辺エイリアだよ顔面だ顔面こんな感じだから、この辺って言ってもみんなに伝わんないから顔面って言わなきゃダメだからこれの話をついてこれるのは本当に俺たちと同い年ぐらいで、そうだ、分からない、それかまあ、あのあれだよね、あの親の影響で過去を見るっていう方もね、いらっしゃるんですよね、おかしくないか、おかしい、ヘッドモン進化コブテリモン、しかも声のやたら太くなるんですね、うん、急にガタイでかいですよ、遅いけどお前それ虫みたいな、ね、ただまあ羽あるからまあ虫なんだろうなっていうのあるけど、ここなんだここって言っても伝われないから顔面って言わなきゃダメだ、ここって言って手を使って顔に近づけてなんか再現してるけど、それみんなに伝わってないから、口の辺がとりあえずなんでこんななってんのっていうって言わなきゃダメだよ最初から
デジモンは謎が多いですよ。そうだね。その次に行ったさ、うん、テイマーズだっけ、うん、あれもよくわかんない。V モン、V モン、アーマー進化ーってやつ。なんかフレアドラゴンとかだっけ、なんかあったじゃん、なんか。最初の方さ、うん、ラダ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 ラ悪役だったやつが仲間になって、あイモムシいたじゃん。いたね。スティングもいや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 いきなり成虫っぽくなってる。成虫っぽくなってる。おかしいおかしいおかしい。まああれだね、まあデジモン知らない人からすれば何の話なんだって話だね。まあここら辺で終わらせとく。もうおかしいんだ、はい、もう、まあ、もうね、あの分かんなければ見てください。言ってることが分かると思う。相当変わるからさらにそういう上に行くとね、ちょっと話難しいですね。チョブレス進化とか、あーワープ進化とかね。もうあの一番初期の映画のウォーグレームがボロボロになってネットの世界で戦われてる。あーんだっけな。最初、はい、2体とも死んだじゃん。ネタバレだけどさ、ウォーグレームとかもう一人の相棒メタルが出る。そう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 、こいつがさ宇宙のさ変な手長いやつ。あーなんつときない。カードゲームの時やってたんだよね、うん、あれ使ってたんだよ。どんどん強くなる。そうそうそう、最初なんかこんな、ね、そうなんか丸くてピエロっぽかったね、うん、次なんか鎖つき始めて、そうそうそう、次なんかこんなんなってて、なんか手の形おかしいね。急にエヴァンゲリオンだったよ、うん、エヴァンゲリオンとスパイダーマン混じったみたいな。あの髪をうちのボールテレテレツダーマンだった。最終エヴァンゲリオンみたいなのやつ、うん、あの暴走状態、ね、おかしいおかしいおかしいみたいな。でそれであの画面内見たら急にみんな死んでるとか、うん、でそれで俺なんかちっちゃい頃死んじゃったーって映画館で涙流れるお母さんが分かった静かに死なさいってだって死んじゃった。いや分かった静かに死なさい。分かる分かる。でもほら今のさ、うん、過去の映画館とかって何しても頑張れとか言うのがあった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 。ドラえもんの映画であったドラえもんとか言った。結構端の方がいい大人なんだけど、もう、うん、クレヨンしんちゃんとか好きで見に行ったりするんだよ。するね。去年とか見に行ったのよね、結構、はい、2回ぐらい、うん、去年と弟子ぐらい見に行ったのかな、うん、クレヨンしんちゃんばっかりは映画好きだからさ、うん、あ映画いいよね、クレヨンしんちゃんね。映画の場合もみんなほら家族的なものもあったり友達的なものもあっていろいろ面白かったりするからさ。うんうん、確かに友情というのよ、やっぱ家族の絆がね、なんか受けありのくせに泣かしてくるみたいなね。そうそうそう、あそこがすごいよね。これやっぱり笑いとかわかるんだよ。うん、全然わかる。やっぱなんか変なことやったらさちっちゃい子も大人も揃ってさハハハハみたいな感じで笑う。うん、あの特にヒロシのあの超真顔でめっちゃうわーしてすごい知り合いが笑うときめっちゃ笑うけどさ、うん、それは何回も来るかあれずるいと思うけどね。しかもミサイも家族も揃ってみんなしてあんな顔になりやがってうわーってかみんなひまわりまでそんな顔するってあるあるあるあれは超笑う。ノマライカファイヤーとか言って何がファイヤーだそこまではわかるんだよ、うん、だからさ昔のさね、ポケモンとか見てください映画風景を。そうだね。てか昔のって結構面白いの多いよ、なんだかんだで。やっぱりミュウツー逆襲でしょう。あーあれは泣いたね。ピッケッピッケッピッピッピッあのビンタの試合あれで泣かない人はもうむしろ人間じゃねえやめてくれね、あの石になっちゃってね。ピッピッカチューチューうわー分かる人にしか分かんない。これはあれはね、もう見た人じゃないと分かんないね。うおーうおーくれくれくれ涙でね、ピカチュー
あれはもう将来にして本当に最強の映画だと思った。いやもうあれが一番だよね。映画は本当に、あでもね、ラティオスラディアスも泣けるって聞いたんだよね。いや俺はラティアス最後、ラティアスが最終的にかばって死んだっていう、知ってんだけどいうのは俺見てねえんだよね。あ、そう、唯一見てなかったんですよ。でそっから見るのやめちゃったんだけど、あら、これを見なかったら俺をね、もうね、叩きたい。いやポケモンとドラえもんとクレヨンしんちゃんの映画は大体クオリティ高い。あとコナン、ざっくりさ、この4つ、ちょっと簡潔に、ちょっと何が起きるってことを今まとめてみましょう。はい、任しといて。じゃあコナン君、いつも通りどれかが死ぬ。まあそうだそうだね、誰かがどれか死ぬ、一人二人死ぬ、大体死んでる。で大体死んちか、あいつが出る、きっと。あ、そうです。と、黒服の、黒服か、新一か、キッドのどれかがとりあえず出る。あと警察官でよく頑張ってる人。あの、男の人。あーね。でも、あれはアニメでも大体出てくるから。この3点セットがとりあえず、どっか出てくるんだよ。で、はい、ポケモン、サトシが大体やられてる。からのポケモンドジョルのタトの喧嘩で、なんでか知らないけど主人公補正になるか、それメインのエースととりあえず仲良くなる。確かに。クリオンしんちゃん、ヒロシが、ヒロシとミサイが異常に頑張る、頑張るね、お父さんお母さんすごい頑張る。ドラえもん、みんな綺麗になる、綺麗だね、心が綺麗だ。すべてハッピーエンドで終わるね。バッドエンドの何もない。とりあえずジャイアントスネ夫が超綺麗。確かに、あの映画の時だけすげえいいやつだから。映画の時、イエーイ伸びてーとかやってるのに、心の友よが始まるのが映画なんだよ、あのむしろ伸びたを助けますから、映画だとね。どうこれ読むか。大体ざっくりまとめ、大体合ってる、大体合ってる。コナンが大体どっかで誰かが死んで、その3点セットのうち誰かが大体出てきて、絡みがあったり出てきたりする。でポケモンは大体サトシがヤバいことになるか、その教師のやつと大体仲良くなる。ドラえもん心がみんな綺麗になる。で、クレヨンしんちゃんはヒロシとミサイが異常に頑張る。大体話だ。それ大人帝国や。しかも話し出したらしんちゃんだけだから。階段で何回もこけて。あれはでも大人帝国とあっぱれはやっぱ二大って言われてるけど、俺はそこにロボ父ちゃんをつけたい。ああ、あのレズも良かったね。俺はね、映画館でずっと泣いてました、あれは。てか、あの親父話になってね、あの結構昔のアニメの話しかしないよ。あの、未だのね、子供たちが見たらファって顔してる。今頃ファって顔してる。ミュウツーの逆襲って、ミュウツーって Y タイプとか X タイプのやつじゃないよ。そっちじゃないんだよ。ぶっちゃけ X 進化のリザードの方が強くね。いや、そういうんじゃない。今のでいい。いや、多分ね、今の子たちにね、カモネギ知ってる。多分わからないよ。トレードにして最初に手に入るポケモンでもあるからね。そうだよ、初音ミクよりも先にネギ持ってんだから。あれが本当のネギ。そうあれこそ本当のネギマスター。お前らネギ舐めんなよ、マジで。ミクじゃねえんだよ。ただね、ペロリンガとかは多分通用すると思うんだよ。ああ、ギリかな。進化してるものはあったり、ベロベルトとかあったりとかで、あのモンジャラとかも進化したりしたら、分かってると思うけど、多分カモネギはしない。懐かしすぎて笑ったわ。このチョイスよ。このチョイスは本当にアッカーのとかをやってない人間には本当にわからない。わかんない、ね、アニメでも一回出たか出ないかくらいだよね。あ、ただ今なんか 3DS で、アッカー初代のバージョン全部一式なんか販売してるらしいの。なんかこの頃なんか過去の出すよ。やっぱあれだよね、過去が良かった。だから俺らの世代が良かった。全てはカモネギが良かった。地獄ね。ごめん、ちょっとそこは否定させて。今ゲンガー知ってるやつでメガゲンガーが強いよね、とか、ねえ、そんなんじゃ違うって。ガラ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 とかお前ら分かる。
その前カラカラだからね。あいつ雷使いきたんだみんな。あいつ雷だっけ、吹雪だから使いだもん。うん、何でも技のシーン使えばいいんで。あいつ何でも使いだから。金銀時代の大ダイル知ってるとこ言ってみろよ。大ダイル知ってる、爆風知ってる、メガニウム知ってる。わーみたいな言われておしまいだからね。おじちゃんそれ面白いのみたいな。タイトル食べ物って強いのそれ強いみたいな。てか今気づいたけど俺のキャラ2人ともちゃんとんだ。イエーイイエーイじゃねえよ。ザバー生きてる。今くの字食らったよ。完璧なるくの字食らったよ。おかしいな。なんかアイクくの字食らわないよね。そうなる。そうなる。ソニックでペシってやったもん、うん、ダメだったの。こいつ普通に上がってくる。おーおっと急に展開が、うん、カズキさっきからずっと勝ってんの。ね、やっぱね、将来のポケモンの話とかできるのって本当に同年代しかいないから全然わかんないんだよね。カモネギでカモネギ一言で爆笑してくれる友達ってあんまいないから、ね、普通いないからね。カモネギでつって言った瞬間にはって言われたら一枚だからね。普通俺だけもう心の底から爆笑したよ。そこのチョイス来たかーって一歩取られたわーって。うん、マジ取られた。まさかの株式初代だから別になんか不思議だねとか出てきてもおかしくない中で俺が選んだチョイス株の焼きだから王道来るかと思ったら変化球の中の変化球です。アバロン、うん、アバロンが良かった。アバロンマジ生きるな。いや、経験も弱えよ。ちょっと待て。俺のチームなんかタイマン4とバランス系しかいないから。昔はほんと良かったね。まあだからあれだよね、ほんとこの頃仮面ライダーもさ、ウルトラマンもなんか兄弟どんどん出てきたりとかさ、ライダーはもう1号出てきますね。はい、なんかね、いろいろなんか昔のね、うん、僕たちの世代のものがそうね、この頃あふれてる、あふれてる、あふれてる。そうしたい、っていうわけでね、あれだよ、やっぱりね、僕たちの世代がね一番なんか時代に残るんじゃないか思って次第でございます。終わった。セカンドキャラとかじゃなくて、あーはい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 、わかりましたわかりました。んなるほどね。なんだい、やらせようと。なんか文句あんのか。いや、ないですよ別に。プレイヤー7なってかね、ここんコンピューター7の、はい、おう。5期だっけ、いつも。あ、そんなあったんだ。いつだっけ？ 3 だ。3だっけ？ 3でいいじゃないけど。懐かしいなぁ。もうね、昔の話したらね、キリがないぐらいだよ、多分。そうだね。ね、ハドで、こいつもだって、うん、表紙飾ってたもん。飾ってた。こいつって指さしてもみんなに見えてない。まるかりみたいな。まああとあれだよ、さっきコンビニで会ったけどさ、なんかそうちょっと話ちょっと違うかも。デビルさんがさ、お菓子を買うためにさ、まあちょっとおふざけ、お菓子、お菓子ってなんか探しに行ったわけ。お菓子買うって、って行こうとした瞬間にゲイが、お菓子、お菓子、お菓子で、自分で、ん、あれって思って、ん、あれって思って、なんか、ね、デビルさんが人お菓子買うと、俺のお菓子はなんかちげえなって。前結構ね、昔からの付き合いだからあれなんだけど、うん、なんでもないことまで下ネタにしか聞こえない。なんなんだろうね。普通に俺と同じようなイントネーションで、うん、お菓子お菓子って言っても、うん、俺がって言うとなんかね違うんだよ。本当に違う。え、誰おみや。こっちになったってこと。しかもね、俺頭の中でさ、その中のおかすおかすって言った時にさ、おかすって思ってた時にさ、おかすで止めちゃったの、うん、結構大きい声で、うん、おかすって言ってたので、その横にお姉さんがいたわけ。あのコンビニの時いたでしょ、あー冷凍食品見てたでしょ。うん、で、そこの真横で俺、おかすって言ったんだ。そしたら、二度見されたんだ。すいませんね、真後ろでおかすとか言っちゃって。そりゃ怖かっただろうね。お前さん、こいつです。すいませんでしたね、急に。毎回ね、もう、
と前からそんな感じ。そういう気はなかったんだよ一切。そういう気ないんだよ本人は。ないんだ。ないんだけど、俺とかが聞いても、うん、あ、下ネタなんだなって。私もなんか大体そればっかりやん。いやー。何言ってもね、とりあえずね、帰ってくるのが大体下ネタなんですよ。いや、普通に話してるつもりなんで。本人はそういう意思かもしれないけど。押してんですけど、ね、すごいね、この感想ね。俺たちだったら逆なんだけど。しかもリンク死んでね。おかしいな。さすが財団きれいな。うん、あ、仲間に向かって大きい爆弾投げて。毎回、だから大きいとか。ほら、こんな感じ、今でこんな感じ。わかる？この俺がすごいとか言うけど、こいつの場合すっごいんやったよ。ダメになっちゃう。やべえ、出るとか言うと、出ちゃう。あまりこれ以上深いこと言うと、ちょっと怒られちゃうから、あまり言わないけど。あ、でも、もう遅いから。練習の時はもう遅いから。まあそうだね。なんかすごいこと言ってるから。まあそうね。いろいろやらかしてたからね、この実況。うん、まだ、あ、俺ともう、そういう人だったから。あ、うなぎだったよ。おぉ、決めたな、おい。おいおい、巨大な爆弾2個あるぞ、思いっかくるぞ。おい、お前全部食らってんじゃねえよ。自分で投げたもの、うん、前の前のケイちゃんもね、昔からとりあえずね、あの下ネタがなんでこんなに好きかっていうと、うん、好きじゃなくても言っても下ネタしか聞こえなくなったんですよ、うん、しかもあれだよ、下ネタってね、世界共通なんだよ。だろ、ああ、誰が決めるんだ。うわぁ取り合いだひでぇ一瞬で終わったけど取り合いしたー。いやぁ、てか終わっちゃったよ。すぐ勝った。前でよかったそこかい!2 番手キャラでやったらどうなんじゃない。あ、それも試してみっか。やるか。でも俺ソニック、おぉおい、俺のキャラ一番倒してる。さすが飛ばし屋さん。てかリック死んでね。おかしいな。出し話、他。あ、ね、あんまりゲームがゲームだから、あんまり他のゲームで喋ってもあれだけどね。言いながらポケモンとかめっちゃ、まあ、まあ、ニンテンドのあれだからまあいいだろうと。まあ確かにニンテンドつながりではあるね。あ、じゃあちょっとさっきのポケモンに振り返ってみて。もう振り返っちゃう。ちょっと一回振り返って振り返っちゃう。ポケモン何一番好きだった？何が一番好き？初代で。俺はカブトプス。カブトプス、あと、何だっけ、カブトブスか、うん、カブトブスと、何だっけ、わかるかな、ちょっとヒントだっけ、言えば大体わかるよ。紫色のゴツゴツした角が一本入ってるやつ。ミドキングじゃねえか、それだまあまあ、初代のポケモンで答えられないのはありませんよ。あと、うん、カブトブスにめっちゃ似てる緑色のやつ、ストライク。そうどうこのポケモン知識この3体が一番好きだった。ああ、いいね、うん、いい3体じゃないですか。私のチョイスはこんな感じですか。なるほど。私は、あ、私サイドンです。おお、あ、あれもご存知ので見た目的には俺は好きだった。うん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 、初代の方はあんまりほらグラフィック的にはあるんですけど、俺個人的には。でも昔からすると結構でかいよ。でかかった、うん、でかいし、ごっそうで強そうっていう粉みたいなのあふれてるけど、あれだよね、男キャラっすね。やっぱね、そこはなんかロマンにあふれてる。カブトプスのお店なんだけど、うん、やっぱそれよりサイドとかの方がかっこよかった。あーね、だからこれ3番目。もう3番目じゃあ2番目。はいストライクなんですな、俺もあれかんだよ。ね、六四の時にのさ、決めポーズなんでキチンキャシンって感じで、かっこよかったね。で、スパリパークでしか手に入らなくて、もうなんで全然出てこないんですよ。本当あれだけで、ね、俺1時間ぐらいもう時間使ったもん、あれ。俺親に怒られるの調子でさ、あったじゃん、光をさ、やるやつ。俺もやってた。布団内か潜ってもうライトつけてそうラッキー出たラッキー出たって言いながら逃げんだよ、逃げんだよ、ふいっつってやって、たまにもう、
で俺捕まえた時にさ、布団投げてよっしゃって言ったらうるせえ言われて当たり前だもん。で、あの兄弟みんなでポケモンやってないからこそこそみんなで布団の中でさ、チクチクってなろって、そう、俺波乗りかとか言って。じゃあ1番ですね。あーもう1番はあれですよ、弱い関係なしの俺ゲンガー出せる。あー結構マニアックなとこ行ったね。ゲンガーもう見た目が好きだった。ノゴースだ、ノゴースだ、中心交換してやらなくてね、ほらなんかどっかでさ、ゴーストって通信してた人が通信する人が聞いて、あっという間に違って帰ってきて、パンピーがいたんですね。で、俺はそれを、まあ、クリアした後にいろいろさ聞いたりしてたから、って思って友達のとこ行って、でね、通信交換って言って、交換して戻ってくるな、うん、何交換するの、俺ゴーストでやるからさ、ゴーストなんて弱いじゃんって、うん、いやまあまあ見てな。じゃあ、あのパーティーの言葉を信じたんだよね。うん、なんだみたいな。どうしたどうしたっつってみんなでテレテレンテ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 ン、うわーかっこいいみたいな。俺はその時にすごい脳裏に反応、もうブラッてくるぐらい脳裏刺激を受けた。ただみんなはうわーなんか変わってねみたいな、そんな感じだった。なんかデブみたいな。うん、まあ丸くはない。俺は好きだね、うん、あれが好きでさ、ずっと使ってた。あいつ10万ボルト覚えるんですよ。マジかよ。10万ボルト覚えるんですよ。男性今回ってたんだよ。今回ってたよ。俺らは一時的瞬間を今ガッツリ見たから。しかもなんか穏やかじゃねえやつ死んでんぞ。なんかもうそれでも勝ってるし、すげえなサブキャラ。しかもソニック前かお前は。さ、稼ぎやっちゃうんけ。6回殺したの。やっぱ穏やかじゃない。いなかったけど。いなかったけどやっぱ飛ばしてきてね、うん、稼いではいたね。はい、じゃあちょっとね、結構長くなったと思う。長くなったから、ね、うん、長くなったから多分ちょっとどっちメインかって言ったら、まあ、話の方がメインかもしれない。まあ今回あのあれだね、あのこれちょっとラジオっていう名前でちょっと出します、ね、一応スマブラを背景に飽きないためにみんなのためにあのね、スマブラ背景って感じになってますが、まあ後ろの方でうわっと、うん、まあバン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 やってるけど、まあぶっちゃけ話メインで、しかもあの俺ら世代の結構縛りのあるラジオになってたから、話とその世代的な話、うん、はい、デジモンとポケモンと、でもポケモンすら今も共通だから、まあまあまあね、まあ一応ギリギリいけるギリかな、うん、いやー、はい、で今週が一、まあ今回一番終わったのは多分カモネギ。あれは積もったわ、やられたわ、マジで不意に来たからさ、カモネギだわね、うん、あれだよ、みんな覚えてる、みんなちゃんと覚えるときには居合切りも覚えられるし、うん、鳥が居合切り覚えられる、空飛べる秘伝マシンの要因として使えるやついねえだろっていうぐらいのいないね、技超ねえしってもそこ言わない、居合切りの空飛ぶとりあえず持たしといたみたいな、てかそろそろ締めなきゃカモネギで引っ張るんだから。カモネギ好きなんだもん。はい、というわけでこの実況は赤間と K の実況でお送りいたしました。今回もラジオ、初ですが、そうだね、まあ第2回で赤間やっていけたらいいね、今度は和也とか言いたいから、そうだね、はい、まあ一応まあ本当にこのタイトルラジオって書くんで、ああラジオ第1回みたいな、うん、ちょっとはい、ただ背景がスマブラってだけでラジオです。まあ今回ね、ちょっと後ろあまりギッドンバトンいらないんだったら、まあいやだって別にだってもう固定のさ画面だったらむしろつまらないじゃん。あまあね、なんか今度違うやつでもいいんじゃない、なんか別にゴジラでもなんでも、いやゴジラだと自分動かさなきゃいけないから。いやまあまあその辺は適当に、もスマブラしかねえから。うん、動くものだ、もうアミーボ様に頼るしかねえんだよ俺は。まあそれでね、今後もラジオするならスマブラって感じで、そうだね、でもこの画面でさ、うん、この人いますよってことでさ、うん、トバッツってつけるでもいいんじゃない、何この背景にしとけばいいんじゃない、あ、こういう背景とか、これを背景にして今日はこの人いますよみたいな、
でも画面停止だったらなんかもう別に良くねって、なら俺のイラストで良くねってなって、あ、じゃあそれでいいよ、よくねえ、俺が疲れる俺が疲れんだ、イラスト描くのって結構疲れんだからな。じゃあそういうことでね、待て、え、まあまあうん、だって赤バトケイト言っちゃったよ、うん、とりあえずあれだよ、じゃあコメントで決め、あ、じゃあコメントで決め、多数決で、うん、背景をピットバットいるのか、うん、この戦いをしながら、ラジオするのか、このキャラクターで当日登場している人物を表して固定の画面で喋るか、そう、俺のこのレディトゥーファイトの画面のまんま喋る、うん、それか俺の描いたイラスト の, 顔写真的なアニメ風に描きますけど、はい、そうだね、その時の登場人物によってこれとこれみたいな区切っといて、そうだね、それでまあ、いや俺的に票そっちに行くと思うな、やめてー、3番目、皆さん3番目こいつ絵うまいからね、押すな、あげるな、まったく時間取られんだからなうまいよ、ほんとにあげるなってお前赤間とかうまいよ、ほんとにハードルあげちゃったまあいや、というわけでね、皆さんコメントお待ちしております、はい、はい、3番だけは皆さん選ばないでください、フリじゃない、今のフリにしか聞こえないフリじゃないサービスするんでしょ、サービスサービス